代々木会館は、かつて、東京都渋谷区代々木一丁目に存在していた、雑居ビル。2004年の代々木会館。屋上のペントハウスは2011年の東日本大震災にて崩落。東京都道414号四谷津の外線と、JR 東日本代々木駅に挟まれた区画にある、長辺15メートル、短辺5メートル、奥行き24メートルの大形状の敷地に建てられた。 建物である。1945年4月13日の B-29 による東京大空襲で、代々木駅前は焼け野原となった。第二次世界大戦後の復興で、代々木駅前には間口一軒半のバラックが立ち並んだが、1964年、東京オリンピック開催に伴い道路拡張が行われることとなり、バラックの移転先として、代々木会館が建設され、 主な店舗が入居した。その外観から、代々木の急流場、東京の急流場祭、幕府とも呼ばれており、居酒屋、中国書籍専門店、立ち食い寿司屋などが入居していた。2階に飲食店街が作られたほか、パチンコ店、雀荘、ビリヤード場なども入居し、それらの店舗が退居した後も看板は残されていた。最後まで入居していた店舗は、 代々木会館が開館した年から入居していた、最古参の中国書籍専門店、東宝書店。店主が90歳という年を重ねながらも、現役として、ビルの閉鎖、解体まで営業していた。萩原健一と、水谷豊かする私立探偵を主役に1974年10月から1975年3月に、かけて放映された東方、東宝。 渡辺企画制作のテレビドラマ、傷だらけの天使に登場するエンジェルビルのロケ地となり、2019年のアニメーション映画、天気の子の舞台にもなった。代々木駅前の一等地にあり、2000年代初頭から再開発によるビル建て替えの話が持ち上がるが、区分所有が42筆にも及ぶなど、権利関係の複雑さから何度も頓挫していた。 その権利関係が解消されて地上げが完了し、2019年8月1日から2020年1月30日にかけて解体工事が行われた。ありがとうございます。